飛鳥の始まり。2900年前、ヤマトタケルノミコトと宮津姫が結ばれ、後にここ名古屋に草薙の剣を祀ったことから、飛鳥神宮の創始となりました。飛鳥神宮の始まりとその映画を美しく表現します。カノンの世界観をどうぞお楽しみください。はい、どうも皆さん、こんにちは。愛知県名古屋市で活動しておりますカノンと申します。今回ご覧いただく作品は飛鳥の始まりです。ヤマトタケルノミコと宮津姫によりまなぎの剣を授かし、飛鳥神宮とそこを中心に広がっていく町の繁栄を僕たちの役で表現したいと思います。今回の祭りで飛鳥の始まり踊りおさめになります。カノンの圧倒的世界観どうぞご覧ください。よろしくお願いします。守りし剣ここに祀るは飛鳥の始まり。たくさんのご声援ありがとうございました。ありがとう。